遅いから心配したのよ。まさか浮気したんじゃないでしょうね、ムキ。ニーズのバージョンです。明日はハンバーグよ。してる？何がってギターに決まってるでしょ。他に何か練習することでもあるの？ぼちぼちですか。無視されるんでしょ。もっとしっかりしたお兄ちゃんにならなきゃね。ちゃんと練習もするんだよ。あんまりサボると指が動かなくなっちゃうよ。ちょっと風邪ひいてね。日曜日は忙しいのに参ったよ。私ん家の店手伝いに来ないか。別に無理にとは言わないけどさ、たまには手伝ってくれたっていいだろ。だったら手伝いに来てよ。お袋が寝込んでて大変なんだ。私も調子悪いし。今だったら来てくれよな。忙しかったらいいけどさ。それじゃ、私はちょっと保健室で休んでくれよ。平気平気、10分も寝れば治るさ。
をしちゃったんです。今日の体育の時マラソンやったんですけど、その時田んぼに落ちちゃって泥だらけに。はい、やっぱり変ですか。でも今日の練習はサボれないし、しょうがないですよ。ドジばっかりしてません。もうあら、元気にしてた。あら、私だってたまには足を伸ばしてみたくなるのだ。羽を休めて湖で安らぐ白鳥のように。あなたの家に今日ね。でも今度にするわ。あんまり遅くなるとパパに怒られるし。ふふ。また相手してあげてもよくてよ。バイバイ。寝るときは下枕に気をつけてね。寝るのは早いけど、起きるのは遅いんだから。すぐ寝るんでしょ、どうせ。ほらね。部会を始めます。うわ、パチパチパチ、ドキドキ。
今回はやけに楽しげだな。どうかした？何を言ってんだよ。今日は純大先生の名曲が聴けると思って楽しみにしてるんだよ。そうでげすよ。今世紀最大のヒット曲が生まれる瞬間に立ち会えるんでげすからね。覚えてろよ。それで新曲はできたの？それがまだなんだ。まだなの？大丈夫。来週までには必ず作ってくるからな。どうだかね。ああいう大人の発言は当てにならないからね。嫌なことをブツブツ言うなよ。じゃあ来週のスタジオ練習で発表って感じになるのかな。そうだな。そうだといいな。そうだな。期待してくれよ。部長、おでこに汗をびっしりかいてるけど。いや、普通だ。全然普通だぞ。普通だろ。近づくと汗でぐっしょり濡れてるのがわかるよ。今日の部会も これくらいで終了でいいかな。用事を思い出しちゃってね。曲作りだろ、その用事って。いや、買い物とかスーパーに。嘘ばっかりだな。とにかく解散。俺は帰宅。大丈夫よ。胃に穴が開かないくらいなら乗り切れるわ。そうだよ。部長は立派に成し遂げるからな。あ、部長が立ってた床のとこ、汗でぐっしょり湿ってるよ。スタジオで発表か。来週が楽しみね。演劇部の倉庫、もう手狭なんです。
そうだな、確かにライオンの方は叩きやすそうだ。でも私としてはお前の頭の方が叩きやすそうだ。きっといい音がするぞ。楽しそうな話をしてるな。私も混ぜろよ。陰口を叩くなんてよくないな。言いたいことがあったらはっきり言ってくれていいよ。当然。狭い部室に親も兄弟もあるか。天然タコバンダナだな。あ、そういえばこの間杉山先輩がかぶって遊んでました。なんてもの。あーやだやだ、早く帰ってシャワー浴びよう。そうだ、後で覚えてろ。なんだそりゃ。もう歳なんじゃないの。この包丁全然